シマキボラ、学名サッチャリーアミラビリスは、フゲシャ軸科に分類される巻貝の一種、西太平洋の中不可解に生息する。階段状のラ島が特徴で、日本では、江戸時代に、木村健や指導の木貝図布に、古事抜きとして図示されたほか、武蔵石小飛機の目八区にも、戦艦ボラとして記載がある。俗名、サッチャリーアは、本種の貝殻を日本から英国に持ち帰り、 記載者アンガスに渡したチャールズ・サッチャーへの懸命で、その標本がタイプ標本となった。種賞味をミラビリスは、ラテン語のモラボリスで、他に類を見ない本種の殻形を表現したもの。なお、オーストラリア北部から本種として記録されてきたものは、殻の形質にわずかない違いがあるとして、2019年にサッチャリーアじゃないの名で、新種記載された。 水深140から400メートル、もしくは120から400メートルの海底に生息する。かつて施設がないと誤認されていたことがあり、その情報に基づいて、進化、チマキボラカサチェロデ・パウエル、1942が提唱された。しかし黒田特米と、ハベタダシゲにより、施設が確認され、幻覚の特徴と合わせて、 果巻きが以下の筆者軸赤に分類される種であり、進化創設の必要はないと報告され、その後はこの分類が広く認められ、筆者婦赤がドガにランクアップされた後も引き続き、踏襲されている。なで形巻きボラ物件ハイム美術館職業などには、用いられない。しかし得意なからの形状がデザインの分野などに、取り入れられることがあるとされ、アメリカの建築家、 フランク・ロイド・ライト柄戦場の構造を持つニューヨークのソロモン・アール・グッゲンハイム美術館を設計した際、ちまきぼらからインスピレーションを得たとの話もあるが、あくまでも話である。ありがとうございます。